このスパルキングとスパルギオス、すごい切り札的な感じになってる。レベル4のモンスターと、レベル6のモンスターと、レベル8のモンスターっていう風に時を遡っていく。時を遡っていく。カードラボサテライトショップチャンネル、はい、どうも、マコです。イズモです。はい、お願いします。お願いします。はい、今回何をするかって言いますと、6月20日発売のコレクションパック2020のカード考察を行っていきたいと思います。はい、はい、今回イズモさんは何紹介してくれるんですか。はい、今回紹介するのは化石というテーマですね。化石ですね。化石といえば遊戯王 GX でジムが使ったテーマで、人気投票第1のテーマですよね。そうです、そうです。はい、一体どんな感じになってるのか楽しみですね。では早速紹介の方に行ってみましょう。化石はやっぱり融合テーマっていうことなんで、やっぱり何を置いても外せないのが、化石融合フォッシルフュージョンになりますね。ああ、化石融合フォッシルフュージョン。これはあれですか、化石専用の融合魔法になるんですかね。そうなんですよ。なるほど、効果なんですけれど、丸1、自分、相手の墓地から化石融合モンスターカードによって決められた融合素材モンスターを除外し、その融合モンスター1体をエクスパデッキから融合召喚する。その効果でお互いの墓地からモンスターを除外した場合には、その特殊召喚したモンスターはモンスターの効果の対象になりません。墓地で融合する融合カードなんですね。そうなんですよ。これあれですね、相手の墓地からでも融合できるんですね。そうです。しかもお互いからやると効果の対象にならないと。かなり強くなりますよね。そうですね。なんかやっぱちょっと墓地からっていう条件があるけど、その効果の対象にならないっていうところで結構いいものになるのかなと思うんですね、これ。はい、しかもなんですけれど、丸いの効果で、このカードが墓地に存在し、自分フィールドの表側表示の化石融合モンスターが戦闘効果で破壊された場合に発動できる、墓地のこのカードを手札に加えるっていうね、最近よくある、自分で戻ってくる融合なんですよね。そうですね。これで、あれですもんね、化石融合モンスターが破壊されても、次の化石融合モンスターにつなげられるってことですね。そうなんです。まあでもあれですよね、やっぱりこの感じ見てると、フォッシルフュージョンが絶対に加えたいなって思うんですけど、それって加えられたりするんですか。もちろんです。お、なるほどなるほど。どんな感じですかね。その、フォッシルフュージョンの手札に加えるために必要なのが、ウェザリングソルジャーってカードですね。ウェザリングソルジャー、はいはい。これの丸1の効果が特に重要なんですけれど、丸1、このカードが、効果で墓地へ送れた場合、または戦闘で破壊された場合に発動できる、ウェザリングソルジャー以外の化石融合フォッシルフュージョンのカード名が記されたカード、または化石融合フォッシルフュージョンを1枚デッカーデッカーに加えるってことなんですね。なるほど。これでじゃあフォッシルフュージョンも加えられるわけなんですね。そうなんですよ。でも書いてあるのはフォッシルフュージョンの名前が入ったカードが加えられると。はい、結構いろいろ幅広く加えられそうですね。デッキから岩石族モンスター墓地に送れる奇跡の変更、はいはい、まあ、相手のカードも巻き込んで手札から、墓地に送れる標本の閲覧。標本の閲覧、はい。一番加えたいのが、タイムストリームっていうカードがありますね。タイムストリーム、はい。このタイムストリームの効果なんですけれど、まず丸1の効果が強力でして、自分フィールドの化石融合モンスター1体を対象として発動できる、そのモンスターをリリースし、そのモンスターより元々のレベルが2つ高い化石融合モンスター1体を化石融合フォッシルフュージョンによる融合召喚扱いとしてエクスパデッカ特殊召喚するっていう。ああ、なるほど。この化石融合モンスターっていうのは、レベル4のモンスターと、レベル6のモンスターと、レベル8のモンスターっていう風に分かれてて、あ、なるほど。偶数でどんどん上がっているから、このタイムストリームでどんどん進化。時を遡っていくのかな。なんかそういう感じに繋がっていくんですね。じゃあその融合モンスター、ちょっと紹介していってもらっていいですかね。はい。はい、まあ、やっぱり一番出したいのが、古生代のモンスターなんですけど、ああ、じゃあ一番昔って言えばいいんですかね。そうです。そういう感じの、はいはいはい。まあ、そのモンスターが2体おりまして、1体目が古生代化石機器スカルキングですね。スカルキング。効果説明していきますね。はい。丸1、このカードは一度のバトルフェイスで2回攻撃できる。はい。丸2、このカードが守備掃除モンスターを攻撃した場合、その守備力を攻撃力が超えた分だけ戦闘ダメージを与える。はいはい。丸3、相手ターンに相手の墓地のモンスター1体を対象として発動できる、自分の手札を1枚捨て対象のモンスターを自分で特殊召喚する。なるほど。攻撃的な効果がめっちゃ詰め込まれてる感じのカードですね、これ。そうなんですよ。だって2回攻撃をした上に、守備力を攻撃力が超えた場合、その分の差分をダメージを与える、しかも3つ目の効果で相手のモンスターを自分のフィールドに特殊召喚できると。そうなんですよ。結構幅広く活躍してくるカードですね、これ。はい、はい。この丸さんの効果はウェザリングソルジャーの効果で墓地に送られた時っていう効果にも対応してる。あー、なるほど。結構じゃあやっぱり使いやすい
やすそうな感じになってますね。そうですよね。はい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 、はい、でそのスカルキングをさらに超える攻撃的なモンスターっていうのが、うん、個性大化石竜スカルギオスなんです。スカルギオス、はい、もう一個の方ですねこれ。はい、はい、でこちらの効果が、うん、丸1、このカードが相手モンスターと戦闘家のダメージ計算時に発動できる。はいはい、その相手モンスターの攻撃力と守備力をそのダメージステップ終了時まで入れ替える。はい、丸2、このカードが守備表示モンスターを攻撃した場合、その守備力を攻撃力が超えた分だけ戦闘ダメージを与える。はい、丸3、融合召喚したこのカードが相手モンスターの戦闘で相手に与える戦闘ダメージは倍になる。倍になる、なんかあれですね、ブルーアイズカオスマックスみたいな効果してますね。そうなんですよ。まあ、ちなみになんですけれど、はい、化石融合フォッシルフュージョンの効果で、うん、相手と自分の墓地で融合した場合、うん、相手のモンスターの効果の対象にならないところがあるんで、なるほど、まあ、擬似的にカオスマックスと似たような効果が、まあ、だいぶ近い感じになりますよね。はい、しかもあれですよね、その差分のダメージを与えるのにさらに倍になるっていうことですけど、しかも相手の攻撃力と守備力を入れ替えるってことは、仮に相手の守備力が0だった場合7000ダメージってことになりますよね。その通りです。めちゃくちゃ強いじゃないですかこれ。そうなんですよ、ちょっとびっくりするくらいの攻撃。このスカルキングとスカルギオス、すごい切り札的な感じになってるんですけれども、うん、その他にもまあいると思うんですけど、どんなのがモンスターいるんですかね。他にいるのが、うん、中生代化石師スカルナイト、はいはいはい、こちらがレベル6のモンスターで、うん、他に新生代化石師スカルポーン、うん、新生代化石竜スカルガーってモンスターがいるんですね。はいはい、まあ、こちらのモンスターたちは墓地で自身を除外することによって、うん、それぞれスカルナイトが墓地から自身を除外して、うん、フィールドのモンスターを一体破壊できる。おお、なるほどなるほど。スカルポーンが自身を除外してデッキからタイムストリームを手札に加える。なるほど。スカルガーが自身を除外して化石融合フォッシルフュージョンを手札に加えるって効果なんですね。なるほど。結構これで使い分けつつ、さらにフォッシルフュージョンにつなげたりとか、さらにタイムストリームにつなげたりして、どんどんこの上級のスカルギウスとかスカルキングにつなげていくってわけですね。タイムストリーム、もう一つ効果がありまして、はい、悪いの効果、自分の墓地からこのカードと化石融合モンスター1体を除外し、うん、自分の墓地の化石融合モンスター1体を対象として発動できる、うん、そのモンスターを特殊召喚する。この効果はこのカードが墓地で受けたに発動できないってことがあるんです。まあただコストとして、うん、このカードと化石融合モンスターを除外しなきゃいけないってことで、まあ複数回の発動が1回にはできないってことですね。そうなんですよ。あ、なるほどなるほど。結構このいろんな融合モンスターを使い分けることで、なんか見た目以上に幅広い動きができそうな感じしますね。そうですね。はい、ここまで新しい化石のカード紹介してもらったんですけども、過去のカードから相性のいいカードってあったりしますか？はい、もちろんです。うん。それが、ネメシスキーストーンですね。ネメシスキーストーン。はい。こちらのカード、2つ効果がありまして、はい。丸1、ネメシスキーストーン以外の除外されている自分モンスター1体を対象として発動できる、うん、このカードを手札から特殊召喚し、対象のモンスターをデッキに戻す。はい、丸2、このカードが除外されたターンのエンドフェーズに発動できる、うん、このカードを手札に加えるって効果なんですよ。なるほど、それぞれ、戻す効果を持っているわけなんですね。そうなんです。どういう使い方ができるんですか？まあ、例えば、うん、自分のフォッシルフュージョンの効果で除外されたウェザリングソルジャーなどを選択して、はいはい、デッキに戻してこのネメシスキーストーンを特殊召喚、はい、まあ、レベル1のモンスターなんでピンクイボーの素材などにしていただいて、うん、墓地に送り、それでまたフォッシルフュージョンで融合すると効果で除外されますよね、はいはい、そうすると、うん、また手札に戻ってくる。あー、なるほど、確かにそれはだいぶ相性良さそうな感じのカードですね。そうなんですよ、はいはい、これは面白そうな感じです。はい、じゃあここまで化石のカードを紹介してきました。はい、ここまで化石の紹介をしてきたんですけども、いや結構いろんなことできそうで楽しみですね。そうですね、タイムストリームを合わせると、うん、いろんなモンスターも出せるんで、ぜひ融合が好きな、皆さんはこのデッキ組んでみてはいかがでしょうか。はい、化石についての詳しい情報などはツイッターやブログなどでも紹介しておりますので、ぜひ概要欄からご確認ください。はい、お願いします。ではね、これからもね、いろんなカードやデッキを紹介していきますので、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。それでは今回の動画はここまで。次回の動画でお会いしましょう。ターンエンド！